ローベン・ヘニングスは、ドイツのサッカー選手。ポジションは FW。ホルトゥナ・デュッセルドルフ所属。2001年、ハンブルガー SV に加入した。2009年7月、前シーズンより、レンタルで加入していた FC、ザンクト・パウリに完全一席。2012年6月、3、リーガに所属する、カールスルーエ s C に加入し、同年の二部昇格に貢献した。 翌シーズンは31試合に出場し10得点。さらに翌年には17ゴールを挙げチームを3位に導く。2015年夏、ポック FC やフルスのハンブルガー a SV からオファーを受ける中、フットボールリーグチャンピオンシップに降格したバーンディ FC に移籍した。しかし2015から16シーズンに決めたゴールは11月28日のカーディフシティ FC 戦のみであり。 わずか1ゴールと不甲斐ない結果に終わる。チームはプレミアリーグに復帰を果たしたものの、翌シーズンのスカットに名を連ねることはなかった。2016から17シーズンは母国ドイツのフォルトゥナ・デュッセルドルフに期限付き移籍をする。2017年7月2日、デュッセルドルフに完全移籍にて再加入することが発表された。2017から18シーズンは、 チームの中心選手として、ブンデスリーガ昇格に貢献した。ありがとうございます。